前にやってきました。わかりますね、どこか。これわからない人もないやろ。これでわかるか。これでわかりますね。はいね。おお、ここに案内は身長が486メーター、あれ515メーター重視と思うけど、どうなんだろう。まあいろんな測り方があるんでね、本庁の中のね、これだけのことですよ、本庁は。だからあと横が、横ね、横が南北で、ね、堀を、ね、1、2、30堀か。でございますからね。一周回るとね、2.2 キロだったかな。ちょうど見ながら回ったら3、40分かかりますわ。ボランティアの方？はい、そうです。ああ、そうです。ありがとうございます。よく来とるんやけど。ああ、そうですか。はい。で、聞かれたことはありますか？いや、何度かあるけど、団体の中やからな。ああ。ちょろっと聞いただけで。ちゃんとこうやってや。5分ぐらい喋ってもよろしいですか？ああ、いいですよ。初めてでございます。電報と方本が合体した電報公演本で、はい、三重の堀で囲まれてて、はい、中から一重、二重、三重言うんですね。ここは何重目ですか？ここは。これ三重目。ほんで二重目。で、鳥の向こうが一重目。あ、一重の、ここが一重だね。はい、そうです。そういうことね。はいはい、一重目、二重目、三重目。はい、鳥の向こうは60から70メーターあると言われた。で、この横なんかね、はい、ちょうど横、初下高いうところあるんです。はい、ちょっと長いこと長話だったけどね。ちょっと長いことお話ししましたけどね。はい、ボランティアの方でございました。これは正月は仲間で入れんのかな。どうなんだろうね。はい、仁徳天皇御陵でございます。これが二重堀やね。はあ、見えんかな。幅が400メートルあるんかな。あ、見えんか。こっちも見えないね。これは明治湯だな。明治の時代に植林されたらしいですよ。その前はね、木は一本もなかったっていうようなことを今おっしゃっておられたけどね、残念ながら写真がないんですって。スケッチはあるみたいやけどね、どこあるんだろうね。どこにあるんだよな。まとめ聞いてみようね。はい、ありがとうございます。はい、城の山古墳でございます。何もないね。こういうなってんかね。すいません、ありがとう。古墳の痕跡が全くないですね。これは関係ないか。今地元の人に聞いたんだけどね、古墳はこっちじゃないと。あれも関係ないね。これは昔々この辺で止めて昼飯食べたことあるね。これおそらくここ、このとこね。いや、懐かしいわ。懐かしいでございますね。あ、ここになんかね、なんかありますか。全くね、痕跡ないんで。ここは何だろう。これこれ。いやーないか。三丁目自治会30周年記念古墳の痕跡全く見当たらず、残念。
初めて来ました城西公園でございます。あれこんな広かったの。失礼しました。もっと狭いに見えてきたんだけど、この広さでございます。これはあの奥まで15とは5、600メートルあるね。幅がちょっとわからへんだけど、もうこうやから300メートル、400メートルあるのかね。水草が、うわー、春の綺麗な花が、まあつぼみやね、つぼみや。まだ今から咲くんですよ、この辺ね。あら、雨がパラパラやってきたね。よっしゃ、なるこれからもちろん帰ろう。ああ、電車取られんか。あれ、なんか古墳がそこあるぞ。古墳が。え、出られへんの？いやー、これこんなにも魚いないもんかね。全然いませんし、魚が。ああ、そこであるからね、そこまで歩くだけやね。で、こうずっと歩けんだよ、こう。ハスの花の中を。これ今からまだハスの花咲くんだ。これハスの真ん中歩けるからね。いや、歩けるからね。これは広いですよ、この公園は。これどう回ってきたんかね。これじゃあ最初どこから入ったの。ここから入ったよな。ここからここからずーっと行って、でこう回ってこう来たんだ。でここのとこ行かんと、ここ行ってここを回ってしまう。でこう回ってこう、ここが、いや、ほら広いわ。何メーターか入んないのこれ。入ってないね。